こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さんの前回のお話ですけどもね、これは私も本当山ほど聞く話なんですけどもね、別にですね、これだけやる気がありますっていうふうなやる気のレースをしてるわけじゃないんですよ。こんなことをやって行き詰まっちゃったんですけども、どこで私は間違えたんでしょうか。もしくはこんなことをやってこういう結果が出たんですけども、どうやったらもっと伸びるでしょうか。ここなんですよ、ね、まずね、走り方を見せてくださいなんですよ。あ、その走り方だったらやばいよ、怪我するよと。その走り方だったらドブに落ちるよ。その走ってる方向はゴールじゃなくて全く逆の方向に行ってるよ。これが塾に入った意味じゃないかなと思うんですよ。私カンフーのね、今稽古を独学でしてるって言いますけども、カンフーの稽古なんてはっきり言ってね、一人でできるんですよ。指導者いらないんですよ。ただやっぱりね、怪我をしたりとか、間違って教えると細かいところでやばいから、本当にね、試合に出たりとか高いレベルを目指すんだったら指導者は絶対いるんですよ。でも趣味レベルでね、一人で楽しむレベルだったら、それこそ今動画があります。 YouTube で解説してるわけなんですよ。そこに目の前に人がいるのと一緒なんですよね、まあ、ですんでそんなに困ることはないんですよ。いや、もっと言ったら、そんなね、直接教わらないといけないような高いレベルのことをやってないうちは、フリーの動画を見るだけでビジネスだってカンフーだって何だって学べるんですよ、ね、それこそ私がね、天下一武道会で優勝を狙うんだったら、指導者をつけて日々の体調管理とか生活管理とか睡眠管理とか、これ必要でしょ。でもそんな大それたことをしてるわけじゃなくて、最初の一歩、もしくは、まあそうですね、アマチュアで楽しめるレベルなんですよ、まあ、そう考えたらビジネスもね、別に塾入る必要なくって、やり方簡単ですよね、吉田さんね。商品作って集客して売る、これ以外ないんですから。これ以外やることないわけなんですよ。今もうビジネスの作り方言ったじゃないですか。じゃあそのね、商品の作り方が分かんないんですって言ったら、いや商品買ったことあるでしょと。いや、フリーの商品ってあるでしょと。ただの商品、いやそれでいいんですよと。それを無料にするのか有料にするのか、いくらにするのかを決めてるだけですから。世の中にね、無料でも価値のあるものたくさんあるんですよ。その中で一つピックアップして、あ、これは値段をつけていこうって考えるだけなんですよ。人によってはその商品をね、無料にする人もいれば、1000円にする人もいれば、10万円にする人もいて、それで売れたり売れなかったりなんですよ。高いから売れないとか、安いから売れるっていうところではないんですよね。安いから売れやすい、高いから売れにくいというところがあります、そういう現実はね。で、次は集客なんですけども、まさにね、いろんなところに自分が出ていけば、それが集客なんですよ。知られるってことがね、集客なんですよね。いや、顔出ししたくないんだったら商品を出していけばいいんですよ。商品の特徴をこうやって出していくんですよね。それでいいじゃないですかってことです。セールスはいくらいくらですよと、もしくはちょっとだけ今値引きですよと、何月何日までですよ、それで十分ですよね。いや、もうこれでね、別に塾入る必要ないんですよ。ただ塾に入るってのは、一つはね、仲間意識ね、集合体に入ることによって一つの安心感とか依頼心、頼みましたよっていう気持ちをやっぱり新たにすることですよね。で、塾に入ってもらえるってことは、この人のためにサポートをしなくちゃいけないなって意識がやっぱりこう固まると、お互いにですよ。そのぐらいのもんなんですよ。それで終わりなんですよ。あとはどういうふうにやっていくかっていうのは、日々のコンテンツとか情報提供を待つんじゃなくて、自分で取りに行かないといけないんですよね。これ自分のビジネスですから、待っとけば上司が指示してくれる世界じゃないんですよ。待っていればドリアカとか速稼塾のコンテンツが上から理解できるわけじゃないんですよ。自分で吸収しようと思って何かをやめて、そのやめた時間とか意識とかエネルギーをビジネスに振り向けることによって少しずつ吸収できていくんですよね。だからね、コンサルして最終的にはまあやりましょうよっていうのをどんなに無駄かってことなんですよ。やりましょうは分かってるじゃないですか、ね、相談すればやってみたらいいじゃないですかって言われるに決まってるじゃないですか。それはやめた方がいいって言われることは相当ですよ。それこそ人を傷つけるものとかね、無駄なものとかね、汚いものとかね、なんかこう妙なことですよ、やめましょうっていうのは、何もしないことはやめましょうですよね。行動を躊躇するのはやめましょうっていうのはありますけどね、まあ、そんなところですよね、私ね、前回も話しましたけども、生活保護の人でもって言ったら語弊がありますけども、生活保護を受給されてる方も
それからそこそこすでにねお金がある方でも、幅広くビジネスって平等にできるんですよ。それこそ年齢とかね、宗教とかね、思想とか、そういったものに性別とかに関わらずカンフーができるように。カンフーってすごいですよ。体格のちっちゃい方でも体格の大きい方に勝てるんですよね。体格の大きい方の攻撃のエネルギーとか反動を利用してカンフーっていうのはそれを防御と反撃に変えるわけですから、相手の力が強ければ強いほど反撃の力も強くなるというね、そういうテコの原理を利用してるんですよね。これなかなか考えたもんだなと思いましたね。私はすごいなと思いました。ということでね、やっぱこうやる気の競争してるわけじゃないんですよ、あくまで自分の人生をどうね自分の思い通りに持っていくかってことですから、相談する前にもうやってるっていうことなんですよね。そこがなかなかできないんだよって言われちゃいますけども、その通りですよね。だからね、行動する人ばっかりだったら本当にね、世の中からこういったなんとか塾、ビジネス塾なんていうのは売れないんですよ。なんで学習塾が売れるんですか？なんで東大合格塾が売れるんですか？それは自分でできる方法が山ほど落ちてるのに自分一人でやると不安だから、一緒にやっているそういうグループに入ることによってなんかちょっと高めたいんでしょうね。であと一つはいつでも誰かに何かを聞ける環境、こういったものが欲しいということなんでしょうね。まあでも今の時代はね、別にどっかに属してなくても YouTube で東大合格塾のね、なんか講義をやってる人にメッセージ送ったら返ってきますからね。まあまあでも東大の例ばっかりいつも出すのもなんかね脳がないですね。ということでね、今回はやる気の競争してんじゃないってことですよね。いってらっしゃい。